今日はお経をご紹介したいと思います、私たち僧侶がいつもお見送りの炉の前で下座していただいている十聖偈です。十聖偈とはね、久遠の仏が法蔵菩薩となって現れて、すべての衆生を救い取ろうという四十八の願いを起こされた。そうしてその願いを必ず成し遂げて、心貧しく迷える者を救うために、南無阿弥陀仏の皆をすべての人に聞こえさせねば仏にはならないと重ねて誓われている。仏説無量寿経の中の歌です。始めさせていただきます。我言朝聖が必死無浄土、志願不満蔵、政府上昇が、我を無良行、不意大聖主、不再小瓶具、政府上昇が、我死上分道、妙称超実法、空境未消門、政府上昇が、利欲人少年、上映修本業、死具無浄土、異性天人死、人力縁大公、風性無彩道、症状三空明、交際集約難、回避地営言、滅死根毛庵、閉塞小悪道、通断全宗門、高僧上満蔵、異様老実法、日願修住期、天候恩風源、異臭解放蔵、高聖空独法、上王大修住、説法師四苦、空養一切分、具足修得法、願寧心情満、得意三愛王、女部無下地、通断未不詳、願学絵理、投資最小尊、志願薬国家、大戦王冠道、航空小天人、東鎮明慶、南無安那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 。我に四苦毒病道性一切、道本膨大心、往生安楽行。